障害のあるミュージシャンや外国人、子どもアーティストなど、個性と才能あふれる人たちの祭典、バイタリ松阪人賞2017開催のご案内です。障害のあるミュージシャンや外国人、子供アーティストなど、個性と才能あふれる人たちの祭典、バイタリ松阪人賞2017、世界で一番熱い2月18日の教育資料、よしかよ三重子供の城で開催しますで、ワイヤー松阪ライオンズクラブ主催、松阪市内障害者小規模施設支援チャリティーイベント、バイタリ松阪人賞、2日間にわたり総勢19組のアーティストたちがそれぞれの個性、特色、才能を生かしたパフォーマンスをステージ上で繰り広げます。18日の出演者は辻村あかり、コウタとからあげ、ツッツ、劇団逆さま一族、チャーリーとゴメス、鈴の森太鼓、あゆか、タイガジスタ、蝶結び、本マママイと希望の園。19日の出演者は UK ウッキー、バタラップ、杉の木バンド、デコボコフレンド、ストップ&ゴー、早川拓磨と幕末ジュテーム、岡井恵子、安楽雅楽会、ラキーアクソンです。会場では18日19日ともに市内の小規模施設のオリジナル製品などを販売するピースマーケットを開催。18日午前10時からは工房山の風紙すき体験コーナーで、あなただけのオリジナルの紙をすくことができます。そしてさらに三重子どもの城3階アートスペースギャラリーでは、2月18日から4月9日までバイタリーアート201710代のチャレンジドアーティストたち展示を開催します。また第35回環境保全、街をきれいに、イラスト漫画コッシャーの入選者表彰式を19日午後12時30分から行います。こちらの入選作品も2月18日から4月9日まで3階アートスペースにて展示されます。こちらもご注目ください。バイタリ松阪人賞2017、世界で一番暑い2月は2月18日と19日の2日間三重子どもの城で開催します。アーティストたちのパフォーマンスは午後1時からです。2月18日、19日は三重子どもの城です。おー、すごい、パターファイヤー。うるさい。ふんぎゅ、ふんぎゅ。どうしたの？僕ってこの通り赤ちゃんだから、おもらししたら泣くんだ。そしたらお母ちゃんが怒るんだ。赤ちゃんだからしょうがないよね。僕ってこんなに可愛いのにね。子供に罪はありません。
気づいてください。一刻も早く。一人で悩まず電話してください。県政だより三重、三重県議会だより。県政だより三重と三重県議会だよりが三重テレビのデータ放送で見られるよ。県政県議会の情報はテレビのデータ放送でね。